ファルマスはアメリカ合衆国メイン州南西部海岸のカンバーランド郡に属する町である。2010年の国勢調査では人口11,185人だった。ポートランド市、サウスポートランドビデフォード大都市圏に属している。ポートランド市からは北の郊外部にあり、カスコアンに接し、メイン州内でも最大級の停泊地になっている。町内には民営のゴルフクラブ3カ所と、 ポートランドヨットクラブがある。紀元前1万1年頃、氷河の交代とともにインディアンがメインに入ってきた。16世紀にヨーロッパ人が接触した時、アルゴンキングを話す人々が現在ファルマスとなっている地域に住んでいた。フランス人探検家、サミュエル・ド・シャンプランが1605年にこの地域に初めてのヨーロッパ人として接触した時、これらの人々をアルムチコイと呼んだ。 アンドロスコギン側からケープアンに伸びる政治的実態であり文化的には隣り合うワンパノアフ族やアベナキ族と異なっていたアルムーチコ遺族の中でカスコ湾岸ンンに住む半分自治的なバンドのことをジョン・スミスがオーコシスコと呼んだイギリス人探検家クリストファー・レベットが1623年にオーコシスコの周長スキッタリーガセットが プレサンプスコットだけのところに住んでいたのを見ていた。ヨーロッパ人との交易に絡んで隣接する他のインディアン部族と戦争が起こり、また特に1614年から1620年には薬病も流行ったのでメイン南部にいたインディアンは劇的に人口を減らした。それでも1740年代のジョージ王戦争の時までカスコ湾地域にはインディアンがしっかりと存在感を保っていた。 フランスが戦争で敗北し、主にニューイングランド南部からイギリス人開拓者が入ってくるようになって、インディアンはヌーベルフランスの保護があった地域、あるいはさらに海岸線の北に移住するようになり、現在もそこに泊まっている。1705年のニューカスコトリで昔のファルマスは、現在あるポートランド市、サウスポートランド市、ウェストブルック市、ケープエリザベース町の領域まで広がっていた。 今日の街はニューカスコと呼ばれ、ファルマスというカスコ湾周辺の地域社会の大きな集合の中にある一地区に過ぎない。ファルマスの初期の歴史はヨーロッパ人とインディアンの領土の境目にあったので激しい暴力で彩られた。カスコ湾は1713年まで北アメリカ大陸におけるイギリス人開拓地の最北端だった。百七十五年から百六十三年の 間にイギリス、フランス及びインディアンの間で多くの戦争が続き、ファルマスは暴力と無縁ではいられなかった。1676年から1690年の間で二度、イギリスはフランスとインディアンからの圧力のためにカスコアンを放棄することになった。1630年にはすでに最初のヨーロッパ人としてアーサー・マックワースが プレサンプスコット川の東岸に住んでいた。マサチューセッツ湾植民地が1658年に植民地領主フェルディナンド・ゴージズ教の象形者からメイン地区の政治的支配権を取った時、イングランド内戦で議会派が重要な勝利を得た場所にちなみ、ファルマスと解明された。マサチューセッツにもあるファルマスと区別するためにカスコ湾のファルマスと呼ばれ、 結成されたばかりのメイン植民地では7番目の町となり、後の1718年11月12日には正式に法人化された。ファルマスの町で最初期のものであり、歴史的に重要な建築物は防御策を施された砦と交易基地であり、どちらもニューカスコと名付けられた。ウィリアム王戦争の終わった後の1700年に建設された。このの元あった場所は今日、 修道88号線沿いのパイグローブ墓地の対面に見られる。安倍ナ貴族が交易を行い、道具や武器を修理する会合の場所を望んだので、その要請でマサチューセッツが砦を建設した。1701年、地元の安倍ナ貴族、ペコーケットとマサチューセッツの役人の会合で、両者の同盟を確実なものにした。一組の一室民、 ケアンが作られ新しい友好関係の象徴とされた。近くにあるブラザーズ諸島の2島後にこの今では忘れられた記念碑からその名前をもらった。この和平関係は3年も続かなかった。1702年には安城戦争が始まった。マサチューセッツ湾直轄植民地の総督、ジョセフ・ラドリーが1703年6月20日に、 アベナ貴族の代表とニューカスコで会合を行い、フランスと同盟しないように説得しようとした。その試みは失敗し、トリデはその2ヶ月後にアベナ貴族の宗長を目指す、バナンゴネとアサコンビュイと及び彼らの同盟フランス軍に包囲された。マサチューセッツの船、プロビンス・ギャリーが到着した時に、アベナ貴族と500名ほどのフランス兵及び大砲が包囲を解いた。 1713年のポーツマス条約で和平が戻った。現在のポートランドへの再入植は1716年に始まり、マサチューセッツ湾直轄植民地はニューカスコトリデを維持するのではなく、破却するよう命じた。1700年にニューカスコを建設した時の考えは、イギリス人とインディアンの友好関係に基づいていたので、それはすでになくなっていた。 ニューカスコはその後も安全な場所とは言えなかったが、1759年のエイブラハム平原の戦いによって、ケベック市が陥落した後は、フランスとインディアンからの攻撃の脅威を排除することができた。1725年時点では、ポートランドから離れていると危険だったので、町には一家族のみが住んでいた。1745年には、インディアンの襲撃があり、 1751年には、ジョブ・バーナルが殺され、この地域に住む開拓者の危険性を表彰することになった。ヨーロッパ人の高級的住人の大半は1740年以後に移ってきており、1753年には、62家族となって独自の教区を形成した。その後の2世紀間、ファルマスの人口は1000人と2000人の間を行ったり、来たりした。 これら住人は農業、漁業、海運業に従事した。1800年代までにプレサンプスコット川、ウェストファルマスのピスカタクワ川、およびマッセル工部の工場で農産物を加工し、最終製品を製造するようになっていた。1765年、ケープエリザベスが分離した。1786年にポートランドが 1814年にはウェストブルックが分離したが、ウェストブルックとファルマスの境界は19世紀を通じて調整された。分離した理由は他のことよりも実際的な理由だった。1760年代までに人口が増加した新しい教区が設立されており、地域の問題により適応できる地域社会の競合を生み出していた。現在のポートランドでは、 町の外閣部と中心部の間の距離について、不平も出ていた。1859年までに漁業と農業が主要産業になっていた。その他の産業としては、造船所3カ所、レンガ工場3カ所、製材所、製粉所、川なめ市工場各1カ所があった。1886年、町では長靴、短靴、鈴食器、四輪馬車も製造していた。 アンダーウッドスプリング公園、1906年1898年、ポートランド市からファルマスフォアサイドまで路面電車が延伸され、街は近代に入った。この電車で、ファルマスのポートランドとの経済的結びつきが確立され、フォアサイド地区は隣接する、都市住民がリラックスする地区となった。ポートランドのヤンキーエリートが、百八十五年に、ポートランドヨットクラブ、 1913年にポートランドカントリークラブをファルマスに移した。これらは現在も営業されている。ポートランドヤーマス電気鉄道会社がその沿線を開発するために1899年にタウンランディングの北にアンダーアウトスプリング公園を開設した。この公園の呼び物はカジノ、ホテル、屋外劇場だった。1907年のカジで アンダーアウッドスプリング公園が破壊され、再建されることはなかった。ルイストン・オーガスタ・アンド・ウォータービル路面鉄道も、ウェスト・ファルマスの現在の修道100号線で運行された。住民は、次第に自動車を好むようになり、路面電車が使われなくなって、1933年に廃線となった。1943年、マクワース島が野生生物保護区として州に寄付された。 現在は、老ア者のための修立学校が建てられている。第二次世界大戦後、ファルマスは、田園農業社会から、主に、ポートランド市の郊外住宅街に転換されてきた。カスコワンが1941年から1944年まで、セールフォーアメリカの駆逐艦大基地になり、町に移ってきた、軍関係者が、この成長のきっかけになった。 アメリカ合衆国の多くの都市部と同様に1950年代の公共と自動車がもたらした稼働性とで人々はポートランド市から外に出た。安い住民税や開放空間への願望がファルマスのような隣接町への脱出を加速させた。その後の50年間で町の人口は5000人から1万人以上に増加した。ファルマスが太陽に近くあることと、 公共教育体系が認められていることで、ポートランド大都市圏の中でも魅力ある地域社会の一つになっている。この需要に合わせ、開発業者が1986年と1988年に2県のカントリークラブを建設した。このように閉じられた地区とその他上流階級の小地区の性格によって、町はメイン州でも最大級に裕福なものになってきた。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は36.34平方マイルで、あり、このうち陸地29.38平方マイル、水域は6.96平方マイルで、水域率は19.16%である。カスコアンに接し、その先はメイン湾、さらに大西洋である。町内はプレサンプスコット川が流れる。 町内を週間高速道路95号線、道295号線、アメリカ国道1号線、メイン修道9号線、道26号線、道88号線、道100号線が通っている。北東はカンバーランド町、南西はウェストブルック市とポートランド市、北西はウィンナム町に接している。町の東側には北のファルマスと南のファルマスフォアサイドという2つの 国勢調査指定地域がある。収入と家計以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。2011年6月まで、町には幼稚園児から12年生までの教育体系があり、4つの校舎があった。ラント学校が幼稚園児から2年生を教え、その後は3年生から4年生のプラマーもつ、学校である。ファルマス中学校は五年生から八年生。 ファルマス高校は9年生から12年生を教えている。新しい校舎のファルマス小学校が2011年秋に開校した。9月17日に除幕された。この小学校は幼稚園生から5年生まで教えることになり、ラント学校とプラマーモッツ学校に変わることになった。ファルマス中学校は現在6年生から8年生を教えている。教育部は ファルマス教育委員会の管轄下にあり、リーダーシップ委員会と学校監督官が委員を務めている。ファルマス教育部は、メイン州の標準から見るとかなり上の水準にあると、みなされている。児童生徒数は2000人以上おり、文学、数学、科学、社会科学、批評的思考、市民性、問題解決力に特化した、挑戦的で多様な教育を提供している。 ファルマスは2011年の雑誌フォーブスで生活し学ぶためのトップ都市に挙げられた。作家スティーブン・キングの小説、ワン・フォー・ザ・ロードやエルサレム、エスロット、呪われた街ではファルマスが舞台として登場している。ありがとうございます。